平野市陽騎士ユタ神宮寺ユ太タのナンバーアイが東京ドームを救う可能性。東京ドームが新たなエンターテイメントの聖地に、読売ジャイアンツの本拠地として有名な東京ドーム。実は意外なピンチに陥っていると囁かれているのだが、それを平野市用26、岸優ユタ27、 神宮寺雄太25の3人が結成したヌームバー愛が救うことになるかもしれない。ジャニーズ事務所を退場した滝沢秀明氏41が立ち上げたエンターテインメント会社とべは女性セブン小学館5月25日発売後で滝沢氏が東京や大阪、 福岡など複数のドームを抑え、来春にも所属アーティストのお披露目も兼ねたイベントを計画していると報じられていた。そして10月15日、騎士が平野・神宮寺と合流してヌームバー、愛の結成を発表した場所も東京ドームだったため、何の意味もなく東京ドームでただ合流発表ってない気がするんだよね。匂わせじゃなくて答えってことはない まだ全然わからないけど、いつか三人があの大舞台に立つのが見れたらいいよね。東京ドームに酔わせてるねからタッキーやってるねからすごい匂わせ方やり方せすぎる本気度が違うねから前にもちょっと噂あったよね。タッキーが来年頭くらいにドーム借りているって噂。それがこれとあれにつながるのかじゃあ来年飛べドームでリブ開催ですかと。 期待する声は多い。しかし、なぜ、ニームバー、愛が東京ドームを救うことになるのか。それは、これまで東京ドームはプロ野球の巨人戦がメインでそれを安定した収入源としていました。そのジャイアンツが本拠地を東京築地へと移すのでは、と言われているんです。巨人軍が銀座も近い築地に新球場を作る計画ですよね。 そうして水道橋にある東京ドームから巨人が離れるとなると大変なことになる。ドームとしては新しいビジネスを考えなければいけないということです。スポーツ上記者。東京ドームイコール巨人の球場というイメージが強いが、実際は三井不動産参加の株式会社東京ドーム。 の持ち物であり、巨人は年間25億円以上と言われる使用量や、1試合で1億円を超えるとされるグズ収益の一部を東京ドームに支払っているとされる。その負担を見直すためか、さらには会場から35年経った老朽化もあり、読売グループが築地市場の広大な土地に新たな自前の球場を建てるという築地店計画を進めていることが、 複数のメディアで報じられているのだ。四角東京ドームがのムームは愛の聖地になる東京ドームから巨人軍が去る。そうなれば、東京ドームとすれば大ピンチだろう。巨人戦がなくなれば東京ドームは他のイベントを行って収益を出していかなくてはいけませんよ、ね。野球以外のスポーツも可能性もあるでしょうが、一番スムーズなのは、 これまでもやっているアーティスト、グループのコンサートを増やすことでしょうね。と、芸能プロ関係者は話し、こう続ける。ドームツアーはアーティストの憧れとして話題になることも多いですが、ドームを抑えるのは人へにお金があれば OK という話ではなく、ドームサイドと特別な信頼関係を築いている人脈がないと不可能な、非常にハードルの高い話なんです。 しかし今後、巨人軍の本拠地移転が決まれば、東京ドーム仕様のハードルが下がってくるのは間違いない。これまでは立ってきたアーティストのコンサートなども許可していくのでは、と考えられるんです。もちろん、十分な集客の見込みがないアーティストに貸すことはないだろうが、そんな中で、新たに誕生したばかりのニューブバー・アイの人気は、すでに圧倒的なのだ。前での芸能プロ関係者は言う。 彼らの人気は怪物級。平野さん、岸さん、神宮寺さん、3人の SNS のフォロワー数を合計すれば700万人に迫る感じです。もちろん、そこにはこうむって登録している人も多くいるでしょうが、彼らの影響力は凄まじい。そして、その数はまだ日に日に増えていますからね。すでに実績も十分。 キンプリ時代の2022年4月16日から18日にかけて行った東京ドームライブからミスターからでは1日あたり5万5千人の動員を記録しています。そしてヌーブバー・アイの3人には今後海外展開も待っている。インドネシアやフィリピンなど若い国民が多く K-POP グループが大人気を博している国に進出すれば彼らも とてつもない人気を獲得できる可能性は高くそうなればファンは激増。SNS のフォロワー数の合計は数千万という数になってくるでしょう。国内だけでもすごいのに、海外からの集客も望める。それだけに、ルームバー、愛に期待する声は強い。従来通りの都市に1、2回とは言わず、 巨人軍から東京ドームを全場されて定期的にコンサートを開くというのは言い過ぎかもですが人気を考えると期待したくなる関係者も多いのではないでしょうか。ルームバー、アイに限らず多くのアーティストたちエンターテインメント界全体がこれまで以上に東京ドームを重宝するようになっていくと考えられますがやはり3人への期待は相当大きそうです。 全能。金プリは2018年のデビュー当時から東京ドーム公演を目標に掲げていて、皆さんのおかげでこうやって一つ夢が叶いました。と、22年4月のカラミスターからで神宮寺はコメントしていた。ルームバー愛の聖地も東京ドームになるのかもしれない。